脇坂選手の大学時代をネットでちょっと検索したんですよ。じゃあ、大学の監督、須佐監督ですか、はい、ご勇退されましたね。はい。やっぱこう、大学で自分をこう、プロにちゃんと戻せるぐらいの力を、まあ、フロンターレに戻せるぐらいの力をつけた監督、勇退されたの、何かこう、連絡とかそういうのってされたりするものなんですか？何かあれば連絡するようにはしていて、うん、まあ、それこそ代表に選出していただいた時も電話しましたし、逆に監督から電話かかってくる時もあるので、あ、へー、はい、なんか点取った後とか、まあ、毎回じゃないんですけど、うん、よかったなとか、うん、須佐監督ってだから60人以上 J リーグに選手出したんですね。はい、はい、そうです。監督に詳しくなっちゃった監督で、脇坂選手について詳しくなったのは、大学の時すごいアイドルだったって。いや、全然です。言ってるって、鎌田大地選手が。はい、あ、大地が言ってます。言ってましたね。大地、関西の高校で、うん、で、鳥栖、高卒で鳥栖に行ったと思うんですけど、はい、で、関西の大学もちょっと見てたっていうのを、うん、その時に多分出てたんですかね、多分僕とか。それは多分。キャーキャー言ってたんですよ。言われてないですよ、全然。すごい騒がれてたって言って。いやで、私ね、だから脇坂選手は、まあ、ユースから大学に行って、うん、で、絶対こう、フロンターレに帰ってくるというつもりでやってたって。だから私、サッカーに邁進してたと思ってたんですよ。うん、大学4年間ね。と思ったら、はい、経営情報学部。はいはいはい。3年生までに、はい、単位、ゼミ以外全部取ったんでしょ？はい。これすごくないですか？こんなのないですよ、サッカー部。いや、ありますあります。でも、うん、やっぱりとはいっても授業で出ないといけないんで、うん、やっぱ周りの友達とかは、はい、寝たりしてたんですけど、うん、そういうのはなかったですね、確かに。流されはしなかったです。なんか普通ゼミはだから4年生にならないと取れないものだから残しただけで、はい、それ以外の単位全部もう3年生のうちに取っちゃった。とは言ってもそれもサッカーのためなんですよね、うん、4年で授業入ってたらプロの練習とか行けないですから、はい、それはやっぱ考えてやってましたね。それ計算して、もちろんもちろん頑張って、はい、でも簡単でしたよ。なんかあれでしょ、栄養とかも自分でちゃんと勉強して、勉強してというか、うん、まあ、監督がそういう授業もしてくださったりとかしてたんで、うん、あんなアルバイトダメだったので、うん、まあ、する時間もなかったんですけど、やっぱお金仕送りでやっぱ限られた栄養とかはちょっと難しかったですけど、やっぱ工夫してやんないと。今までこう18年間親に全部やってもらったりとかしてたんですけど、そういったもう身の回りというか自分のことは全部自分でやるっていうのはサッカー以外のところで成長できたところだなと思います、自立っていう意味では、うん、最近すごい大卒で即戦力の人多いじゃないですか。でもやっぱこう大学行ってすごい伸びる部分ってやっぱ大きいんですね。まあ、大学の4年間っていうのは短いようで長いので、そこで、いかにこう先を見据えられるかっていうのはすごい大事だなと思います。なんかちゃんとしてますよね。どうなんですかね、ちゃんとしてるのか分かんないですけど。うん、家族のことも聞いていいですか？はい、まず弟さんのこと聞いていいですか？はい、ですよ。YSCC 入られましたね。はい、やりました。まあ、兄弟 J リーガー結構いるじゃないですか。あ、はい、いますね。うん、なんか、あ、そうなりたいなっていう思いはあったりしました？僕はすごい思ってましたね。あ、そうなんだ。はい、やっぱずっと小さい頃から野外サッカーしてたし、うんうん、3歳か、3歳違いか。はい、はい、陽平選手。はい、え、なんて呼んでるんですか？普通に亮平って呼んでます。亮ちゃんとかではない？全然違います、すみません、期待のことあるな。そんなことない。大学4年生の時に怪我されて、で、そうですね、
1年間ずっとあれなんでしょ、あの J に入るために一人で練習してたってことですか。そうですね、一人で練習してましたね、うん、分離症も抱えてたので。分離症、うん、私の座ったりするのもきついみたいな感じになっちゃって、でそれも辛いからこうサッカーやめようかなっていう話も言ってたんですけど、まあ、治療しながら、まあ、1年間頑張って、うん、僕がタイミング合えば一緒にボール蹴ったりもしましたし。あ、そうなんだ、はい、マネージャーに、頭下げて浅尾グラウンド使わせてもらったりとか、そういうのはやってましたね、一緒に、まあ、自分ができる限り手伝いをしてました。はい、腰も痛めてっていうと、まあ、相当きつかったと思うんですけど、メンタル的にも、ね、やりたいんだけど、うん、痛いからやめるみたいな感じだったんで、うん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 、それだったらもう気持ちが多分後悔につながると思うからっていうのは僕は言いました、うん、弟さんに後悔してほしくなかったんですね。そうですね、絶対後悔するなっていうのは、うん、まあ、電話の感じも泣きながらとかそんな感じだったんで、それはもう後悔するだろうと思ったんで。 YSCC じゃ決まったって聞いた時はお兄ちゃん的にどんな気持ちだったんですか。嬉しかったですよ、めちゃくちゃ。 やっとスタートライン立てたなっていうふうには言ったんですけど、うんうん、やっぱり嬉しかったです、ね、いきなり開幕戦で弟さんね、デビューされて見ました、見ました、電話して持ったことは伝えましたけどアドバイスしました、はい、アドバイスはしました。これからじゃあめちゃめちゃご両親忙しいですね。あいつの試合見て、俺の試合見に来てみたいな。ホームホームの時大変ですよ、いや確かに、もうどっちかが、雨の方が諦めがついていいですね、はい、うん、そうですね。対戦したいですか、いつか。そうですね、楽しみにしてます、うん。